んのカメラのフォルダ内も気になりますね。最近どんな写真を撮ったんでしょうか。基本的にはもう空です。空、うん、じゃあもう大体空の写真とです、フォルダに入ってる、はい、先日はそのダンゴムシの写真もお送りしましたし、うん、はい、たまに空以外も、まあ、電飾の木とか、あ、そうだ、うん、地震系の写真とか、うん、そういうのも撮ってますけども、食べ物とかはどうですか。撮ったことないです。ない。月中って言ってるけど炙り月中はなし。絶対に撮らないです。なんで撮らないんですか。なんでですかね。すっごく美味しそうに作れて、うんうん、これ皆さんに見せたいと。ないです。あ、な絶対ないですないですか。そんな恥ずかしいことは、うん、恥ずかしくないですだってあれですよ、自分で作った食べ物ですよね、うん、それをこの皆さんにご覧いただくってことですよね、うん、ないですね。絶対ないですね。できないですね、まあ、例えばお店に行って、はい、めったに行かないですけど、うん、まあ、それでも撮ったりはしないです。じゃあもうあのすっごくもう美味しそうな生ビールのジョッキ出てきました、はい、美味しそうなおつまみも出てきました、はい、ネタがピカピカ、お刺身とかがもう出てきた、すごい豪華だ、取ろう、ならないですか。絶対取らないですダメだこりゃそうなんですよね。だからね、皆さんどう、まあ、私もそのなんかいろいろ写真あの、うん、入ってますけど、スマートフォンの中に、うん、はい、見返します。でもね、わかります。特に食べ物ですよねあんまり見返さないんですよ。そうなんですよね。私もこのいろいろ撮ってますけど基本見返さないと。そうですよね。天気だけは、うん、あの後でこう振り返るのもあるんです。まあ、雪降った時とかね。確かにそうだ。いつだったっけって戻れますもんね。 そうです。それは戻るんで、うん、意外にこうここの面でも役に立つんですけども、はい、まあ、電飾の木もあんま振りかないならないですよねもう行ったっきりでもう流れてきますね。それはでも大事なね、うん、はい、作りましたよ、証拠写真ですから。そうです、何日に作ったのかなぐらい。そうか、振り返る目線で撮るか撮らないかを決めているってことですか。そうなんですよ。じゃあなんか山口さんのご飯1週間振り返りみたいなコーナーがもし誕生しちゃった時にはもう撮るしかないですね。もうどんなコーナーか分かんないですよ。いつこのフリーコメントとトークをしなきゃいけなくなる時が来るか分かりませんから。あ、先日私こんなご飯食べたんですよって言ってね、皆さんにこうご紹介する時が来るかもしれない。もうじゃあものすごい荒いモザイクで嫌ですあんま見たくないご飯リポートモザイクってあんまり良くない何を隠してるんだろうぐらいのやつですよ。だいたい白か赤っぽいみたいなね、ハゲ中だみたいなそうですよ、なりますね。もう食器なんてないですから種類。そうですね、毎日同じこのお椀か同じ皿が出てきて、う、違う食べ物が乗っかってるとかね。だってシャンパンでさえお椀で出てきたぐらいですもんね。そうです、あのお椀ですからね、あれまで使ってますけど全部あれですあれとこのいつも同じ皿いや、一回撮って送ってみてください。いや、ここではちょっと、あ、分かりましたよとは絶対に言えないですよね。私だってもう相当ハードル高いですよ。それ。あ、そうですか。そうか、このハードルを超えていただきたいな、どっかで。いや、無理か。無理です。なんかそういう企画がないと無理ですね。うん、じゃあ今度考えます。いつか考えます、企画にする恐ろしいまあ皆さんはね、楽しくお写真撮って、ね、またリポートを送っていただきたいと思います、はい、それではお天気情報参りましょう、はい。